競馬へと時計派の星です。西山です。はい、3歳クラシックの最終レースはね、最後菊花賞です。まずは関東馬から行きましょう。はい、日本組ではやっぱり注目されるのがブラストワンピースですね。もう先週びっしり追われた効果でやっぱり力強さとか、なんていうんですかね、そこのスムーズな加速とか、はい、なんか全体的にこうやっぱりレベルアップしてるなっていう感じはしますし、はい、いい仕上がりだと思います。充実著しいというのでね、はい、他の関東版もいいよね。でもね、そうですね、本当関東は結構良くて、はい、全部いいね。全部なんか、なんかこう、あ、これはちょっと評価落としたいなっていうのがないね、ないような感じで、はい、ジェネラルのシャープでいいんでしょ。そうですね、まあ僕としてはもうちょっとリットに入ってもうちょっと攻めてもよかったかなっていう感じがしたんですけど、はい、けど動き自体は本当にいいですね。それにフィエルマもやっぱりもう舌を越してる以外は、そうだ、舌を越してたけどね、はい、確かにね、それ以外は本当にもう重心がグッと下がってすごくグイグイとくるような感じで、やっぱりすごい高いポテンシャル感じますしね。どんな星さんね、もう限りなく攻めて、まあ人ダイナミックなんだけどね、もともとね、もう豪快だもんね、動きがね、どんどん良くなってる。グローリーベイザーってね、動かない馬にしてはね、そうですね、しっかり動いてたよね、この馬としてはね。だから関東馬もう攻め馬に関しても問題ないよね。そうですね、本当体調、みんな上がってきてるなって。まあ国枝騎手は関西で落ちてたけど、コズミックと OK 合わせたけど、まあ先行のリーがあったとしてもなんか頭高かったけど、なんか OK の方が動いてたね。そうですね、いつもコズミックの方がね、動くんだろうね。こっちではそのこの目立たないタイプですけど、なんかちょっと頭高、首高かったけど、まあなんかちょっと良さそうな感じはあったね、OK ね、はい、まあ関東は総じていいっていうことだから、そうですね、まあ長距離に関してはね、はい、関西馬、そうですね、関西馬はやっぱりエポカドーロ、エポカドーロ良かったね、良かったですね、反応良かった、すごく、なんていうんですかね、グリップが効いて、キレを増したような感じで、これもすごく上向いてるような感じがしましたね。はい、まあちょっとそういうものなのかもしれないけど、もしかしたらイタリオはちょっと劣勢だったね。そうですね。なんかでもね、はい、なんか攻め馬の感じはものすごい良くなったって感じはないね。そうですね。それだったらエポカドールの方がムード良かったよね。ムードいいですね。他は何かございますか。そうですね。やっぱり勢い感じたのはアフリカンゴール。アフリカンゴール良かったね。はい、そうですね。走り立って走る基準番も書いてあるシャープでね、はい、そうなんだよね。まあちょっとね、なかなか状況がないけど、カフェジバンガードなんかもそうそうですね、すごいダイナミックで、すごい良かったんだよね。みんなこう褒めちゃいます、ね、褒めちゃうけど、ちょっとね、この辺の条件上がりの馬も注意しなきゃいけないなって感じあるよね、はい、どうしでも関西馬の中ではエポカドーロなのかな。そうですね、いい感じでした。いい感じだね、はい、使われてね、順当利用かって感じで、はい、なんかイタリオって俺ちょっと見てて、ちょっとなんとなくやだし、気象の問題、気象の問題か、真ん中にあったからな、ちょっと厳しいな。まあサンタアースの真ん中が北ならだからな、大体だな、はい、多分まあこの馬に関しては最後絶対販路で追い切った馬なんですけど、ちゃんとコースで追い切ってまあ負荷かけてきたんで、多分仕上がりとか状態面に関しては問題ないと思いますね、はい、困ったね、攻め馬、ね、いいものが多くてね、攻め馬から狙っていくと困るね、困りますね、はい、まあ、関東馬は総じて全体的に、ね、レベル高いってことだし、はい、関西馬もね、エポカドールとか順当に良化著しいし、条件上がりの馬もすごいいいから、まあ調教に関してはどっかでも狙い立たせて言って逃げるしかないね。はい、まあ、調教に関しては特に不安のある馬はないってことで、そうですね、はい、はい、それで締めさせていただきます。はい。